皆さん、こんにちは。今日はね、就寝前なんですけど、えー、っと、ここ最近ね、すごく忙しくて、で、その話をね、ちょっとしたいと思います。今ね、えー、っと、昨日、昨日ですかね、まあ、日付が変わって昨日の、まあ、朝、嫁が、えー、入院しまして、入院。うん。熱がね、40度ぐらいあって、 でまあ、吐き気と下痢がということで,で私まあねすごい過呼吸になってて呼吸がねすごい過呼吸になっててでまあ2階からこう下にこう何下ろすこともできなかったんで救急車呼んでで今嫁は、えっと、入院してます近くの病院に入院してますはいでまあ熱が下がったり上がったり でまあ、夜、昨夜、えー、お見舞いに行ったとき、まあ、子供連れてね行ったときはまあ8度3分ぐらいで、まあ、ただね、ね呼吸がね結構歯入ってで元気もなかったんでちょっとね、あのー、しばらく、まあ、23日か3日間ぐらいってお医者さんに言われてますけど、えー、入院、えー、ってことになると思います。で、まあ嫁が、ね あのー、やってる仕事、まあ、出荷とか梱包とかその辺りを今日ずっとあの昼間やってました、うん、やっぱね嫁のあの日々のね、えー、力っていうのはすごくやっぱ大きくてでそれをねすごくあの痛感してます、まあなんとかねちょっと嫁に元気になってもらいたいなと思いますねうん。 でねえっと、まあまあそれはそれなんですけどその本当ねこれ何度も言ってるんですけどねこのハワイ旅行に行った1週間、まあ、8日間かな、うん、で帰ってきて今度はメーカーが中国の、まあ、日本でいうお盆休みみたいな長期連休に入って、うん、そのなんだろう8日間と7日間とって、うん、この。 なかね、オーバーラップしてんだったらまあお互いにメーカーも僕も休んでって感じでよかったんですけど、うん、私がまず1週間休んで今度メーカーが休んでで納期が遅れてとかねはいいうのがあってあバッテリーがうんで、まあ、そういうのもあってね結構大変でしたでようやくそれがピークが落ち着いたかなって思いきや今度は嫁がね入院したってことで。 合戦、えっとねまあの、ね、モザイアクロス数が、ねえっと、10日に入荷っていうのがあ昨,日昨日というか、まあ、日付変わって昨日、うん、に入荷したんですよ、早く2日早くだからそこのまあ出荷っていうのも順次やっていかなくちゃいけないし、うんまあ、それはもう全部私がやります、はい、もう発送とか梱包とかねもうちょっと今嫁に頼ってられない状況なんで。はい で、まあ、子供の面倒見たりとか。はい、で、そうしたら、今度は、まあ、今日一日かけてやったら、明日はね、ちょっと映像の <laughs> 撮影のお仕事がありまして、まあ、近場なんですけど、一、まあ、日そこで、はい、やります。で、今度は、その翌日はオフ会ですね。台風とかっていうのも来てるしまあね、12日のオフ会、みんなに、まあ、ちょっと台風の関係で、まだちょっと未定ですけど、 何度かしっかり今のこのピークを乗り切って嫁にもちょっと元気になってもらいたいし、はい、もうお客さんにもね <laughs> お客さんあのメール返事あの返事が溜まってて1日2日とかまだ返事できてないようなメールも嫁と一緒にね調べつぶしにやってるんですけどねそこもできてないあのやつもあって。うん <laughs> と、まあ、とにかく、ね、ちょっとその、まあ、嫁が入院したってことでなんとか、ね、そこをリカバリーしつつああ嫁やっぱり日頃頑張ってくれてるなっていうことを実感したりとか、うんまあ、あとねなんとかこの繁忙のピークを乗り切らなきゃなっていうそういう気持ちで、まあ、今、まあ、布団に着いたところです、はい、なんとかね1週間後にはねそこら辺が全部、まあ、終えて、はい 晴れてまたね、うん、しっかりこう綺麗にね仕事やっていけるようにってことでまあなんとか、はい、頑張っていきますんであのこんな寝 <laughs> た状態で申し訳ないんですけど引き続きよろしくお願いいたします。